てる。こんにちは。本日より始まったイベントの概要説明。まずイベント NPC と話します。で、これまさかのフルボイスです。原石配布の少なさをフルボイスでごまかしに来た説あるか？で、ミニゲームの紹介なんですが、3個素材を選んで、その後矢印を入力、最後は QTE です。矢印を押して順必要だったんだろうか。で、3つ素材を選ぶんですが、とりあえず最初のやつはコーヒー3個。また、レシピもあって、一昔前の魚のウェブイベントみたいに。初めて作った時に、その該当レシピが追加されるのかな。ただ、使える副素材が今後増えてくるようなので、レシピ開発は後回しでいいかと。というか、新規ドリンクレシピは、勝手に作れるというよりイベント進行依存なのかな。とりあえず初日のやつは、ガイアとロサリアノはレシピ通りに作れば問題なかった。はい、チュートリアルは、コーヒー3杯分ということで、コーヒーを3個です。で、最後に QTE で。これ、積み立て式ではなく、一回タイミングよく押すだけです。余談ですが、ミスるとパイモンが回収していきます。これじゃあ注文とは違う飲み物だ。作り直そうぜ。安心しろ。これはオイラが処理しとくから。という感じで、ドリンクミニゲームの説明でした。あとは、イベントの通りにしていれば、特に気になる点はありません。以上です。まあ、リマインドがメインです。ご視聴ありがとうございました。余談ですが、イベントフルボイスということで、イベント期間中はボイスのみ振り返ることができます。以上です。ご視聴ありがとうございました。